クロスプレーとは、野球、クリケットなどで、走者と野手が接近して行われるプレーを言う。英語では、クローズプレーと綴られ、アウト、セーフなどの判定の難しい、際どいプレー一般に用いられるが、日本ではとりわけ選手同士の接触を伴うような、激しいプレーを指してこう呼ばれることが多い。ボールを持った野手が、フォースの状態でない走者をアウトにするためには、 奏者の体へ食玉を行うことが求められる。一方、奏者はアウトにされることなく、かつ得点する目的のため一つでも先の類へ進もうとするために進類を試みる。この両者のプレイが類の付近で行われると、両者はその目的のため、激しく接近してプレイを行う。このようなプレイをクロスプレイと呼ぶ。クロスプレイは、 プレイヤー同士の激しい接触のため怪我につながる可能性もある。体当たりや転倒による怪我が起こったり、ヘッドスライディングの場合は、野手の足あるいに衝突したりする恐れもある。また、プレイヤーはスパイクを履いているため、足からのスライディングは、相手プレイヤーの体に当たって出血させる恐れもある。また、ぶつかり方によっては、乱闘が発生する場合も十分あり得る。 本類でのクロスプレー、奏者は、ジェイミー・バーク本類でのクロスプレー、奏者は、フレディ・サンチェス。保守は、ジェイソン・ケンドールクロスプレーは、どの類でも起こりうるプレーであり、野手が、奏者に食玉しようとするときには、奏者もアウトを免れようと、激しく触れ類する場合が多くなる。野手と走者が衝突した結果、野手がボールを落としたり、たとえボールを落とさなくても、 手の上でジャッグルしたりした場合には、食卵にボールを確実に保持していないことになるため、走者はアウトにはならない。なお、野手が、食玉した後、どのくらい保持すればよいかは、審判員の判断による。野手がボールを持たない時かまたはボールを処理する行為を、していない時に走路を妨げることは、走塁妨害になる。例えば、まだボールを持っていない捕手が三塁。 本類間の類線上や本類の前に位置して送球を待ったりまだ送球を受ける前から足を出したりして得点しようとしている走者の送類をブロックする行為は送類妨害である一方走者も送球を故意に妨げてはならない得点しようとしている走者が送球を受けようとしている保守のミットにめがけて体当たりやタックルを行ったり ミットを蹴り上げるようなスライディングを行ったりする行為は守備妨害である。クロスプレー等の結果アウトになったあるいは得点した直後の走者が野手の次のプレーを妨害した場合はプレーの対象となっていた走者がアウトになる。また特に悪質な場合として閉殺が行われる状況で先にアウトになった走者が 明らかに閉殺を行うための守備を妨害した場合は、妨害を行った走者が、アウトになるのはもちろん、打者走者もアウトになる。かつての公認野球規則では、本類上の衝突、タックルに関しては何も定められていなかった。他方で、ブロックに関しては、公認野球規則の7.06に規定があり、保守はボールを持たないで、 得点しようとしている走者の進路を塞ぐ権利はない。この規定に違反したとみなされる保守に対しては、審判員は必ずオブストラクションを宣告しなければならないと一定の場合総類妨害になる旨が定められていた。メジャーリーグでは2011年5月26日に前年の新人王バスター、ポージーが本類上で スコット・カズンズのタックルを受けて、左下体の飛骨骨折と、左足首靭帯断裂の重傷を負った際、ポージーの代理人が、ルール変更を主張したり、ジャイアンツファンがカズンズを脅迫したりしたため話題となった。そのため、直後にメジャーリーグ公式ホームページによって、緊急アンケートが取られたところ、カズンズはクリーンなプレーをしたという投票が60%前後であった。 また、ポージーの同僚子 D ロスは、彼が離脱したことは残念だとしながらも、以前スライディングをして、足を入れた際に保守にブロックで膝を落とされて、大怪我をしたことに触れ、保守が、走路にいるなら当たりに行く方を好む胸を述べている。そのため、メジャーリーグでは、本類上のタックルはなくならないとも考えられており、逆に、日本では、 プロのレベルでもおとなしくて構わないという見解もあるなど、日米で考え方の違いがあり、プレーに影響を及ぼしていた。例えば、アメリカでは、クロスプレー時に、保守は必ずマスクをつけているが、日本ではマスクを外す指導がなされていた。結局、2013年春頃から、アメリカの新聞紙で、マッチョナンセンスという表現で体当たりを前提とした。 本類上のクロスプレーを盛んに批判する風潮が見られるようになり、カズンズなどの例を教訓とした形で MLB では2014年度から、ようやく、星の本類ブロックを禁止する規定を盛り込むこととなった。日本プロ野球においても2016年より、コリジョンルールが採用され、タックルやブロックは禁止されるようになった。一方で、メジャーリーグや日本プロ野球で、 コリジョンルールが採用される前から本類でのタックルや、ブロックを制限する規則を採用していた大会や団体もあった。国際野球連盟主催の15歳以下、世界選手権においては、本類上のタックルを禁止する反面、保守側もボールを持たない状態でのブロックも禁止しており、違反の場合はそれぞれ守備妨害や、走塁妨害が宣告されることになっていた。 日本のアマチュア野球での規則では2008年にオブストラクションの厳格適用という項目が定められた。この中では保守または野手があらかじめ類戦場及びその延長戦場の類上に一致して送球を待つことを禁止し違反した場合は厳格に総類妨害を適用することとしている。また、走者のタックルに関しては 2013年のアマチュア野球内規の改正において危険防止ルールという項目が定められた。日本高等学校野球連盟では高校野球特別規則を定め、その中で走塁妨害に独自の解釈を採用して玉の不保持時の保守の立ち位置を規定している。1969年10月30日に高楽園球場で行われた日本シリーズ。 読売ジャイアンツ対、阪急ブレーブスの第4戦で、4回表、無視1.3塁の場面。巨人は、ディレードダブルスチールを仕掛け、1塁走者、大貞治が2塁へ、ついで3塁走者、土井昌蔵が本塁へスタートした。阪急の保守、岡村浩二は、投球を取ると一度2塁へ送球した。二塁手、山口藤尾がこれを受けて再び岡村へ転送。 本類でドイと岡村のクロスプレーとなった。岡村は、早球を取って本類に突入してきたドイを、跳ね飛ばしたので、このプレーは、アウトと思われた。しかし、球審、岡田伊佐はこれをセーフと判定した。この判定に、完璧に、ドイの走塁を防いだと確信していた岡村は、激高し、岡田王だ。岡田は岡村に退場を宣告した。 これは日本シリーズの歴史の中で初の退場処分である。試合後に記者にアウトだったのではないかと詰め寄られた岡田は帰宅後ミスジャッジをしてしまったかもしれないと悩み辞表を提出しようと考えていた。しかし翌朝新聞に問題となった本類でのクロスプレーの写真が大きく掲載された。そこには跳ね飛ばされる直前に ドイの左足が岡村の両足の間をかいくぐり、本類を踏んでいる瞬間が映し出されていた。これにより、岡田の的確な判定とドイの走塁技術の高さが、称賛された。一方、阪急監督、西本幸雄は、どう見てもあれは、ジャンパイアだと批判している。ありがとうございます。